これですか？これです。これだよ。わあ、やば。これじゃあ、いくらぐらいなの？わかんないね。一時間だと300元。一生懸命調整してくれてます。お前の健康でめちゃくちゃ稼ぎ取れた。わ、すごいやん。これか。これを写真撮ったら見やすい。何引っかかってるし、おっぱいが釣れた、おっぱい釣れたし、おっぱい一本釣り、いただきました、いただきました。何残っちゃないですよ。あ、釣り餌、エビが、エビをエビで釣る、釣るんだ。そういうこと？嘘、エビでエビを釣る。でも釣り餌は完全にあれはエビ、エビをエビで釣るの。え、でもそれってエビ的にいいの？エビ側もさ、自分の中も食べるっていうことだよね。合わせてきて。しますよ。
一番取れた人みたいなのとかやります、うん、やろうか。どうする、何をかける、何をかける、どうします、なんか罰ゲームなのか一番釣った人を敬うか。基本的には大人っていうのは罰ゲームをやりたがらない、うん、そうですよね。なんでなんかご褒美がいいですね。そうですね。じゃあ2位3位の人から1位の人にご褒美ね。そうね、オッケー。そうしましょう。何がいいかな、何がいいかな。負けた2人が勝者にマッサージするけど今日でいかがでしょうかって言いながら。いいね、いいよ、そうしよう。1位になったら2位3位の人から今夜マッサージを受けられます。で、食べられた、あら、美味しくいただきました。いるようですね、この辺にいるか。ミサコエリアにいる、ミサコエリアにいる。あれミサコは一瞬で釣り寄ったからさ、そう、まあ、こんな釣れないのなったみたいな、そう、感じになってるやん。ミサコがめちゃくちゃなんか、いやよ、ママさん逆に考えよう。これ釣れへんかったらうちら宝くじ当たるわ。そういうこと？高安で酔い釣りになったね。そうね、私は宝くじ当たらんから。だからエビは釣れる、うん、ただしエビは釣れる。うちらはエビで対応するんや。そうや、ミサコはエビでエビを釣る。エビでエビを釣る、エビでエビを釣りますわ。そうか、任せてください。エビでちょっと大きめのエビを釣る。すごいね、エビでエビを釣る女、水田美沙子です。カメラ間違えました。少々落ち着いていただいてもよろしいでしょうか。針2つありまして、1つやりたいと思います。